マサキ駅は宮崎県海老野市大技内建てにある九州旅客鉄道被殺線の駅である。宮崎県で最初にできた駅であり、被殺線唯一の宮崎県内の駅である。八タ駅は熊本県、吉松駅は鹿児島県にあり、3駅連続して所属県が変わる。真の幸せに入るに通じるとして入場券などで人気がある。以前は、 駅周辺には集落があったが、度重なる土石流災害で住民が移転し、現在は周辺の建物もまばらである。ホーム上の山津波記念石その名前に反して、当駅とその周辺路線は災難に見舞われている。1945年8月22日、多数の福音軍人を乗せた列車が、吉松駅との間にある第二三振トンネル内で立ち往生した。 その原因は空襲攻撃により、鹿児島本線や日報本線の主要橋梁が落下して、被殺船が唯一の運転ルートだったことや、戦時中の国士による機関車の疲弊、粗悪石炭使用による馬力不足に加えて、福音軍人で満員状態だったことなどである。蒸気機関車の煙に巻かれた多くの福音軍人たちがトンネル内を歩いて脱出しようとしたところ、これを知らない。 機関士が列車を交代させ、53名が歴史した。この事故は、観光列車、イサブロウ、新兵社内でも説明される。なお、この事故があったあたりに福音軍人巡難碑が立っている。詳しくは、被殺線列車対抗事故を参照。1972年7月6日、昭和47年7月豪雨の影響で駅の、 裏山斜面が八号目付近から高さ三百五十メートル幅二百八十メートルに渡って崩壊し、これが土石流となって、まさき駅構内と周囲の集落を飲み込み死者四名、負傷者五名の他住二十八棟、非住二十九棟流出の被害を出した。十四時十五分頃から五回にわたって発生した土石流の土砂は合わせて約三十万立方メートルもの膨大な量に及び、 被殺線を切断し、当駅構内を土砂で埋め尽くすとともに、白川沿いに約 1.5km の広範囲にわたって流出した。線路と駅は復旧されたものの住居に被害を受けた、世帯全戸が移転したために当駅周辺はほぼ無人地帯となった。なお、この土石流は現在においても宮崎県最大規模のものとされている。ホームにはこの時流れ込んだ。 重さ約8トンの巨石がそのまま残されているほか、友人駅時代は、駅員が流れ込んだ土砂を毎日整地していた。2000年3月12日のダイヤ改正で、熊本と宮崎を結んでいた急行、エビノが廃止されるまで、急行停車駅であった。島式ホーム1面2線を有する地上駅。日殺線の山線と呼ばれる険しい区間にあり、 通過不可能な逆 Z 字型のスイッチバック構造で、かつて運転されていた優等列車も必ず停車しなければならず、急行列車は客扱いを行っていたが、特急は運転停車であった。駅舎は開設当初のものである。ホームの中ほどに幸福の鐘が置かれている。幸せと感じる度合いに応じて鳴らすのが良いとされている。地域のボランティアが駅ノートを設置し、 特産品やお茶のサービスなどを行っている。また、ボランティアがいる時間帯では記念入場券を購入することができる。発車ベルがある。近年では、人吉駅北へ直通する列車の設定がなかったが、2016年3月のダイヤ改正より、伊佐ブロ1号及び、新平4号が、熊本駅まで、普通列車上下各1本が、八代駅まで直通する。 2015年度の1日平均乗車人員は2人である。近年の1日平均乗車人員は以下の通り。駅前の国道447号すぐそばに国道447号が通っているが、駅周辺は林に隣接していて、換算としている。停車中の伊三郎、新平観光列車、伊三郎、新平の停車駅は列車記事を参照のこと。 九州旅客鉄道必殺線矢田駅、正木駅吉松駅1966年までは、西諸方郡正木町であったが、飯野町、格闘町と合併して、海老の町となった後、1970年に、市政施行して、海老の市となった。平成28年春ダイヤ改正。九州旅客鉄道。2015年12月19日閲覧。ありがとうございます。